クローバーですね。そうですね、はいはい。でまあ、あの結構ちょっと冬物ですので、はい、裏パイルのちょっと厚手の生地になっていて、はい、で、まあ1枚でこう、うん、2枚この下にも何か着ていただいて、はい、上からパッと羽織るようなイメージですね。でこう襟をちょっとこう、はい、丸首のところを少しあの幅広にちょっ と, とデザインの特徴がそうですね、はい、あっていいですね、はい。でちょっとポケットが変わっていて、はい、ここではなくてここなんです。あ、本当だ、はい、あ上からじゃなくて横から手が入る、はい、そうですね、はい。でまあ、なんかこうちょっとこうポットマンを入れるとかペンとかもここにさせるみたいな、うん、さっきのいわゆるワークみたいなイメージになるんですけれども、はい、まあ、遊び心というか、はいはい、ちょっとそういう遊びのデザインを取り入れてやっています。であとここ の, あの裾の部分はちょっとこうスプレッドになってあの分かれてる形になっています ね,、はいね、はい。で一応これはあの2色展開になっているんですので、はい、くすみピンクのようなそうですね、はいはい、お色ですね、はい。まあ、あのレディースの方にも着ていただけるような、はいはい、ユニセックスのものになります。はい、女性でも欲しいなと思う可愛い綺麗なそうですね、はい、結構今日 も, あの、はい、もう女性のバイヤーさんもこぞって試着されてるようになるので、はいはい、すごくいいかなと、はい、そうですね、はい。こちらはお値段が、上代が1万2000円です、ね、はい、はい、ということですね、はい、2色展開、はい、2サイズ展開、一応これがね、ネイビーという色、まあ黒ではなくちょっとこれ、ネイビーの色になりますね、はい、すごい色合いもすごくいいんじゃないかなと思います。はい、はい、分かりました、ありがとうございます。次がフーディーですかね。そうですね、はいはい、フーディー、これもユニセックス で,、はいはい、でまあ、フーディーなんで、あのもちろんこうフードがついていて、はい、まあ、紐でこう調節もできます、はい、と、まあ、これも両サイドからポケットっていうのでつながってはないんですけど、はい、ここにポケットがあるタイプになります、ね、独立したポケットが2つ、はい、そうですね、はい、ついてるんですね、はい、これもあの襟が高めになっていて、あ、そうですね、はい、はい、まあ、イメージとしてはやっぱこうちょっとこう首を隠せるというか、あの温かさをこう保つようなイメージもあってっていうところで、はい、温かさを立ててますね、はい。で生地も裏パイルですけど同じくですね、はい、はい、分かりました。でもオーガニックコットン、先ほどのクローバーと同じ一緒です、はい、生地で作られています、はい、こちらで1万5000円ですね、はい、はい、ありがとうございます。